fm.jp Meguro FM。 これからのひととき、目黒 FM があなたにお送りする絵本を読んで心をほぐす読みほぐ。今日の皆様への読みほぐしは、私日向大輔です。この番組は嬉しいを作る会社リブゲートとクロアヒーリングの提供でお送りいたします。梨売り仙人。中国のとある町の広場にはいつもいろいろな店が並んでおりました。野菜や果物、陶器に着物に家財道具まで、さまざまなものと人が集まり、毎日にぎやかです。ある日、一人の男が車の荷台にどっさりと梨を積んで市場まで売りにやってきました。さあ、うまい梨だよ。この梨はそんじょそこらの梨とは大違い。見ておくれ、この色艶。もちろん味の方も格別だ。食ったらびっくりすること間違いなし。ほれ、そこの旦那、一切れどうだい？男はそう言って、梨の切れ端を道行く人々に配りました。食べた者たちは、皆口々にこう言います。おー、こりゃうめえな。こんな梨食ったことないぜ。本当だわ。甘い汁がたっぷり。当たり前よ。俺はこの梨を作るのに命かけてんだ。毎日毎日梨のことしか考えちゃいねえ。おかげで嫁は出て行っちまったよ。男の梨は大評判。少々値は張りましたが、男の口のうまさも手伝って飛ぶように売れていきました。そこへ一人の老人がやってきて、梨売りの男に声をかけました。わしにもそのうまそうな梨を一個くれんかね。男は汚れたボロボロの服を着たみすぼらしい老人を見てこう言いました。じいさん、梨をやるのはいいが、金はあるんだろうな。いやいや、この年ではろくに働けもせんで、金がなくてな。もう三日ほど何も食うておらん。お前さんのそのうまそうな梨を一個恵んでくださらんか。ダメだダメだ。男は顔をしかめ、首を横に振りました。俺はこの自慢の梨を売りに来たんだ。金のないジジイに恵んでやるために来たわけじゃねえ。邪魔だ邪魔だ。早くどっか行っちまいな。集まっていた人々はそのやりとりを見て、老人を気の毒に思いました。そこでみんなでお金を出し合って梨を一つ買い、老人に手渡しました。おお、くださるのですか？なんともご親切にしていただき、本当にありがとう。老人はお礼を言うと、がぶりと勢いよくその梨にかぶりつき、あっという間に平らげてしまいました。あまりの食べっぷりに人々が目を奪われていると、老人は口の中からペッペと種を吐き出して、手のひらに乗せました。皆さん、おいしい梨を本当にどうもありがとう。わしのことを気の毒に思ってくれた皆さんに、今度はわしから梨をご馳走しましょう。そう言うと、地面に浅い穴を掘り、そこに持っていた種をまきました。誰か水を持ってきてくださらんか？見物人の一人が手桶に水を汲んできて手渡すと、老人はそれをたっぷりと撒きました。すると、不思議なことに、さっき埋めたばかりの梨の種から、
小さな芽が出たのです。みんな驚いて騒ぎ始めました。梨売りの男もびっくりした様子で、人だかりの後ろから覗いています。梨の芽はみるみる大きくなり、あっという間に一本の大きな木になりました。緑色の葉を茂らせたかと思うと、きれいな花を次々に咲かせます。やがて、風に吹かれてひらひら花が散ったかと思うと、その後に立派な梨の実がなりました。人々はそれを見て、驚き、喜び、拍手喝采が湧き起こりました。さあさあ皆さん、どうぞ遠慮なくお好きなだけ食べてください。わしの梨もなかなか甘くて美味しいですぞ。人々は、いい香りのする美味しそうな梨を木からもいで頬張りました。うわ、なんてうまいんだ。その梨は、ポタポタ蜜があふれて、こぼれ出るほど汁気が多く、大層甘くて美味でした。その場にいた誰もが、今まで食べたどの梨よりも、美味しいと口々に言います。その様子を見ていた梨売りは、その梨に強い興味を持ちましたが、今さら老人に頼み込むこともできず、人だかりの後ろで、そわそわと眺めておりました。それに気づいた老人は、梨売りのところに行き、一つもいだ梨を手渡しました。さあ、あなたもどうぞ、食べてください。周りの人々は、老人の優しさに拍手を送りました。梨売りは、先ほど老人に取った態度を恥じながら、梨にかぶりつきました。なんてうまい梨なんだ。梨売りも他の人々も夢中で梨をむさぼり、一つ残らずに平らげてしまいました。人々は老人にお礼を言いました。老人に食事を振る舞おうという者たちもいました。皆さんに親切にしていただいた上、こんなにも喜んでもらって、わしの方こそ嬉しいわい。老人は、なたを取り出して、カチン、カチン、と、梨の木を切り始めました。それは結構な大木でしたが、まるで細い枝のように、簡単に切り倒されてしまいました。やれやれ、一汗かいたわい。そんなことを言いながら、老人は切り落とした梨の木を軽々と担ぎ上げ、去っていきました。人々はこの夢のような不思議な出来事に驚き、あの方はきっと仙人様に違いないと考えました。梨売りの男も、なんとも不思議なことがあるもんだ、と思いながら、自分の荷車のところへ戻ってみて、びっくり仰天。俺の梨がない。なんと、荷車の上の梨が一つ残らず消えてなくなっています。さらに、荷車を引く持ち手の片側も、なたで切り取られたかのように、忽然と消えておりました。それを見て、梨売りは、はっと気づきました。そうか。俺の荷車の持ち手が梨の木で、その木になっていた梨は、俺の梨だったのか。やはり、あの老人は仙人様だったのか。ああ、俺はなんと馬鹿なことをしちまったんだ。男は、困った人に親切にしなかったことを悔やみ、引きにくくなった荷車をコロコロ転がしながら、とぼとぼと家に帰っていきましたとさ。おしまい。
お送りいたしましたこの物語が、大切な物語としてあなたの心に溶け込んでいきますように。目黒 FM がお送りした絵本を読んで心をほぐす読みほぐ、今日の皆様への読みほぐしは私日向大輔でした。この番組は嬉しいを作る会社リブゲートとクロアヒーリングの提供でお送りいたしました。はい、ありがとうございました。梨売り仙人を読んで思ったんですけれども、人には優しくしようと思いました。はい、皆様いかがだったでしょうか。お聞きいただき本当にありがとうございます。僕は現在アルゴナビスというプロジェクトのユニットでギターとして活動中です。次のライブは12月10日下北沢ガーデンで開催決定しております。ぜひ遊びに来てください。本日の読みほぐしは日向大輔でした。ありがとうございました。JP Meguro FM